どうもこんにちは、ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。前回はですね、たくさんコメントいただきましてありがとうございました。今回は前回お話ししてた通り、世界の半導体メーカーの解説編ということで第3弾でございますと、紹介する半導体メーカーですね、 TSMC、Qualcomm、ARM、NVIDIA、Intel、AMD、ハイシリコン、そしてサムスン、最後に東芝、この9つを紹介させていただくということでございました。ハイシリコンはですね、中国2025で開設済みでございます。そして TSMC、ARM は前回開設させていただきました。そして今回は東芝を解説させていただきたいと思います。題してですね、東芝を言うとすれば、世界を変えた半導体を作り、そして半導体に救われた会社、それが東芝、東京芝浦電機ですね。その東芝を解説させていただきたいと思います。今回もできる限り俯瞰して中立に立って解説をさせていただきたいと思います。しかしね、私は東芝嫌いではありません。そして家電も東芝品が一番実は多いんですね。炊飯器と掃除機だけですけど2個で多いのか、バラバラなんですね僕の家は。パナソニックもあるし、日立もあるし、三菱もあるしみたいな、そんな感じです。今回かなりネガティブな内容になってますということで、東芝をケチョンケチョンにすることになってしまうんですね。なので悪く思わないでくださいと。そしてやっぱり東芝っていうのは日本の企業なんで、皆さんご存知だと思いますので、もうめちゃくちゃ勉強しました。はい、まとめ上げるのに今までの動画で一番苦労しましたし、非常に長くなってます。はい、ご了承いただきたいということです。東京芝浦電機東芝ですね、不正会計や巨額買収に揺れたイメージが今なお残ります。この東芝の半導体をですね、解説する紐解くには、やっぱり東芝という会社という側面ですね、そして東芝の半導体、この2つ、この両側面から紐解く必要があると思いますので、別々にお話をさせていただきたいと思います。そして東芝の半導体を語る上では、そうなんですね、NAND フラッシュメモリー、こういったフラッシュメモリーですね、これを語らずには話せないと。そしてこの NAND フラッシュメモリーを解説するには、増岡富士夫さんですね、こんな方でございます。はい、非常に優しそうなおじいちゃんですね。伝説の、実はこの人は技術者と呼ばれてます。この人が世界の断りを変えた、非常に大げさなんですけどね、後ほどお話しすることをですね、ご理解いただければ、あ、確かに世界が変わってるということはご理解いただけると思います。この人を語らずには東芝の半導体を語れないと。なのでこの増岡富士夫さんにフォーカスをさせていただいて解説をさせていただく回になっております。しかしこの増岡さんですね、世界の断りを変えたにもかかわらず、日本では評価されていないんですね。皆さん増岡さんご存知でしょうか？はいはい、そうですね、はい、みんな知らないですね。もう9割以上の方は知らないと思います。なので今回はこの増岡さんに敬意を表してですね、そして語り上げたいと思いますと。そして増岡さんが作ったこの半導体が東芝を結果として救うことになるんですね。要するにこの東芝は、言い方はいろいろあると思うんですけど、この増岡さんに救われたと言っても過言ではないと思います。見方によってはですね。はい、じゃあこの東芝どういった会社なのか、もう半導体と東芝という会社、2つ語るというふうにお伝えしましたが、どっちから語ろうか非常に迷ったんですね。東芝の会社から語ろうと思います。なので半導体だけを理解したいと、話を聞きたいという方はですね、もう後ろにジャンプしていただいて結構です。今日は本当に長丁場になると思いますので結構でございますので、まずは東芝の会社からお話しさせていただき、そこからベールを紐解いていきたいと思います。東芝の概要ですね。現在は従業員数128,697人、噛まずに言いました。大手充電の一角を担っています。他には大手充電というのは三菱電機と日立のことでございます。売上3兆5000億円以上、インフラ事業を得意としているんですね。
まあ、白熱電球の生産を日本で始めたことでも知られておりますし、まあ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、電子レンジなどのですね、今使われているような電気機、白物家電第1号を販売した、製造した、開発したことでも有名でございます。そして会社のですね、紹介 PDF というものがあるんです。もうそこまで僕は読み込んできました。あ、すごいでしょ。ね、その会社の PDF の最後の方にですね、いろんなものを開発したって書いてあるんですけど、なんと日本初が20個も出てくる。20個ですよ。ということで、もうメーカーのパイオニアという自負を自ら持ってると言ってもいいと思います。そして非常にね、パナソニック、松下電器なんかよりももっともっと歴史が長いので、そうすると必然的に財政界とのパイプが強いんですね。まあ、ここは皆さん感じられているところもあると思います。そして、三井グループの構成企業ということで、三井財閥からですね、資本を注入されることになりますので、三井グループとの関係性も非常に強いと。東芝のダイナブックは一時世界シェアナンバーワンのノートパソコンでございました。まあ、ノートパソコンのですね、敗北という動画を作っておりますので、興味ある方はそちらもご覧いただきたいと思います。長年、サザエさんのスポンサーをしてきたことでも有名だと思いますと。まあ、事に起こすとですね、非常に大きな会社でございますし、誇りが垣間見える、すごい会社だと思います。他の電機メーカーと俺たちは違うと、はい、歴史の重みがあるぞと、それが東芝のプライドになっている、そういう会社だと思うんですね。じゃあそういった東芝、どういった成り立ちであったのか、そこを紐解いていきましょう。東芝の成り立ちということで、実は充電部門と家電、精密機器なんかにも強いということがここから派生してくるんですけども、家電の両方を系譜に持つ実は企業なんですね。この充電部門はですね、田中久重という方がですね創業し、なんと大砲だったり、まあ、蒸気船など長大なものですね、要するに充電器メーカーに強かったんですけども、そういった長大なものっていうのは、まあ、受注が来ないとですね一気に経営が傾くみたいなね。ただ一発受注してしまえば非常に売り上げも好景気になるみたいなね。僕三菱重工がですね長崎に造船所を持ってるんですけど、海外のですね豪華客船なんか受注するとですね、そこに他県から芸者が集まってくるみたいな状況が起こるんですね。だからそういった現場にも行ったことあるんですけども、ただそれがなくなるとさっぱり皆さんその地元に帰られるみたいなね、そういうビジネスモデルだとやっぱり経営が安定しないということで、後に三井財閥にですね経営を委ねます。そして社名を変えて芝浦製作所と名乗るようになっていきます。そしてもう一方の家電はどうだったかというと、藤岡一助という方がですねお越し、松田電球みたいなものですねヒット商品を出すんですけども、やっぱり家電系が得意だったんですね。でこちらいろいろ名前を変えていくんですけども、後の東京電機になっていくと。で実はこの芝浦製作所と東京電機というのは両者ともジートの関係が非常に深かったんですね。だからそれもあって1939年に合弁をするとということで、両者の名前を取ってですね、東京芝浦電機となっていくと。で1970年代に東芝ということで社名変更することで、この東京芝浦電機が東芝の前身なんですね。よって東芝とは充電部門と家電を両輪としたちょっと珍しい会社でございますと。戦後は石坂泰造を招き入れ、ちょうど朝鮮戦争が勃発しますので、そこの特需で会社を非常に大きくするんですね。こんな方ですね。なんか白黒だと非常に悪そうな顔持ちですけど、この方はですね非常に会社を大きくした功績から、なんと経団連会長3期も務め、12年も勤める、4期だったかな、まあ非常に長く勤めるんですね。ただ東芝に遺恨を残すんですね。ということで、次のページですね、東芝の悲劇ということで、この石坂はあろうことかですね後任者を公の場で罵倒してしまうと。なんとですね、東芝生え抜きの岩下さんっていう方が次の社長になります。まあ、こんな方ですね、はい、優しそうなおじいちゃんですけど、なんとこの岩下さんですね、石橋に公然と物を呼ばれすると。僕もね、年は明かせないんですけど、生きてこの方ですね、無能と言われたことはないです。で、まあ、1対1なら、まあ、無能と呼ばれ、1対1で無能と言われたら、まあ、非常にムカつくと思うんですけど、これ、メディアの前で、この、石坂さんは言ってしまうと。はい。しかもですね、その中小の会社じゃないですよ。大企業ですよ。
日本に名を轟かしている大企業の社長と会長同士がこういう風に罵倒し合うっていうのはちょっと目を背けたくなるような事実であると。岩下も岩下さんで、側近政治をね、好みました。さらに、社長室のです近くにですね、豪華なバスやトイレを作らせるということで、これもよろしくないですね。このようなお家騒動は格好のメディアの餌食となり、東芝の悲劇、まあ当時こういう本としてですね、出版をされると。やっぱりあの巨額買収に揺れた、まあ損失に揺れたですね、あの事実が書かれている本も、実は東芝の悲劇という本としてまとめられてるんですね。要するに、当時お家騒動をまとめたと。それを東芝の悲劇と呼んだ本が出版され、また最近もですね、同じような名前で出版されてるということは、ね、最近の社長さんたちも実はお家騒動であったということがそこから読み取れると。なぜか東芝のトップは社長を降りても人事権を握り、名誉欲に非常に駆られてしまうんですね。外部に助けられる傾向が強く、この外部というのはジェネラルエレクトロニック GE だったり三井財閥のことになります。自立心がそがれたような感が否めないと。しかし反面、やっぱり社員の方はですね、穏やかな社風になっていくということです。はい。東芝の悲劇はですね、平成になっても、まあ、今のお話はですね、昭和のことなんですけど、実は繰り返されると。経営者に恵まれなかったことだと思います。そして時は流れていきます。1987年、東芝を震撼させるココム事件というものが発生してしまいます。ココムがきっかけとなり、青井が社長に抜擢と。このココム事件は何だったかというと、当時ですね、1987年なので、ベルリンの壁が崩壊するのはもうその 2,3 年後でございますので、まだ冷戦時代でございました。まあ、東と西に分かれている時代でございましてですね、まあ、東側にですね、なかなか物を販売できないと。ただやっぱりお金になるので、東芝としては売りたいと。で、当時問題になったのが旧軸です。旧軸の工作機器だった。でこれは非常に性能が良くて、いろんな精密な加工が行えてしまうと。要するに、いろんな精密な加工が行える製品を販売すると何がいけないかっていうと、例えば精度のいい部品が作れるので、飛距離を伸ばすロケットが作れたりですね、まあ、当時問題になったのは、実は原子力潜水艦のですね、スクリューですね、スクリューをこの旧軸の工作機で作ったと。で、何がいいかっていうと、小音に秀でてるスクリューを実は作れてしまうんですね。で、見事にソ連はですね、この原子力潜水艦のスクリューを小音性にして、アメリカのその感音センサーですね、音に反応するセンサーをくぐり抜けてしまうんですね。はい。これがアメリカで大問題に発展します。なので今でも東芝は外圧に弱いとされています。まあ、ここのココム事件がもう鮮明に残っていると。で、当時のですね、社長は辞任することになりまして、技術畑の青井さんという方が社長に大抜擢されると。青井さんはですね、牛舎であり IT 関連にやっぱりものづくりのこと分かってたんですね。今後はこういうことが来るだろうということで、半導体のドラムに大きな投資を決定、いたします。ということで、このドラムで圧勝するということです。実はこの悲劇はですね、この青井社長が後の社長になる西村さんを社長に大抜擢してしまうと。現在の東芝の不幸はこの元凶西村から始まったと言っても過言ではございません。彼は、まあ、非常に語学に堪能でございました。そして青井がですね、海外出張行くと、この西村もお供してですね、海外の身の回りのことを全部やってくれるんですね。そして商談の場では流暢な英語で商談を決めてくると。もう青井はですね、この西村に惚れ惚れしてしまうということで、従来であれば充電部から社長が選ばれていたんですけども、なんと充電部でもですね、家電部でもない、海外営業畑という異例の社長人事が決定されると。彼の功績としては、やっぱり英語は堪能でございましたので、当時ソニーと争った DVD 企画をですね、どんどん東芝陣営に引き込み、 DVD 企画で勝利を収めますと。なので、彼はミスター DVD と言われるんですが、彼だけの功績でですね、この DVD は勝てたわけではないんですね。その企画を作った人、世の中に受けられているようなですね、DVD 企画を作ったような人たち、要するにスターをどんどん排斥をしていくんですね。そして彼は充電でも家電でもない部門から社長に大抜擢されますので、顔が利かないんですね。
なので、メディアを喜ばすようなことを多くやってしまうんですね。ただ中身はないみたいなね。例えば統廃合を推し進めるですね。その事業のですね、統廃合というのは時には必要だと思います。ただじゃあ次それをどういうふうに飯の種にして育てていくのかっていう、まあ事業の柱を作ることが結果としてできなかったと言われています。現に結果としてできていません。さらに彼のですね、良くないところは、なんと専務時代から不良在庫を PC の収益に紛れさせる粉飾を行ってたと。不正会計を実施していたんですね。で、社内カンパニー制ということですね。まあ、メディアが喜びそうですよね。新たに東芝社内カンパニー制を引くみたいなね。いうことになりますが、これが後の東芝切り売りの温床になっていきますし、やっぱりカンパニー制にすることによって絶大な権限を与えることになってしまいますので、その会計だったり人事がどのようになっているかっていうことがベールに包まれてしまうと、よくわからないということで、不正の温床にもなっていきます。で、現場はこれをどう見ていたかということですが、当時、GE の社長、もうこれは名社長と言っていいと思います。ジャック・ウェリッチ。ですね、カミソンになるんですけど、ジャック・ウェリッチですねが考案したような現場手法を真似て、シックスシグマ手法というものを浸透させます。ただこれは実はジャック・ウェリッチというのは東芝のハーフ運動をもとに、この手法を編み出してるんですね。なので現場からしたらもうそれ知ってるよっていうことになるんですよ。ということで、ものづくりのもの字も知らないことをですね、ここで知らしめると。ちなみにハーフ運動というのは何かっていうと、例えば部品を半分にすると。要するに部品が半分になれば在庫も減りますし、管理も半分になっていくということで、非常にものづくりにとって有利に働くんですね。それを行っていくと。時代に社長に登用した岡村さんはですね、西室の傀儡であり、長い陰性に利用されてしまうんですね。さらにさらに西室の影響はまだまだ続くんですね。なんと東芝に大打撃を与える西田を登用することになってしまいます。西田という方はこういうような方でございまして、この方も西村と同じように海外畑なんですね。要するにものづくりの現場を知らないと。ただ間違いなく努力家だったんですね。彼の生まれのエピソードはこんな話があります。当時ですね、まあ中学生かな、高校生の時、まあ皆さん高校卒業されてると思うんですね。ほとんどの方が卒業してるしてないっていうのはどうこうは置いといてですね、まあ卒業されてる方であれば修学旅行というものを経験、皆さんほとんどされてるかと思います。ただですね、この西田はですね、その修学旅行の旅費の積み立てがあると思うんですけど、それを返してほしいというんですね。なんとですね、それを交渉をですね制して、卒業旅行の積み立ての金をその教員からもらうと。こんなことは今ありえないと思うんですけど、当時実際にその話術でですね、それを達成すると。で、そのお金を何に使ったかっていうと、なんとそのお金でラジオを買うんですね。で、このラジオで何をするかっていうと、なんと東大に受かるように勉強の、当時ラジオが流れてたので、それを聞くためにそのラジオを購入すると。そして勉強するんですが、東大には落ちて早稲田に入ります。で、その早稲田でやっぱり勉強してですね、東大の大学院に入っていくということで、まあ、西洋文学に対して、彼は情熱を注ぐんですが、なんと、当時ですね、東大に来てたイラン女性ですね。まあ、イランというのはですね、西洋の地と、まあ、東洋の地が混ざる地域でもありますので、トルコなんかね、行くとね、僕は行ったことないんですけど、まあ、トルコ人とよく話したことがあるんですけど、女性は非常に美人です。はい、もう、これは超美人です。もうその辺のですね、日本でいろんな人が振り向くであろうと、振り向くような女性がもう普通にいるという感じですね。で、そのイラン人にベタ惚れすると。そのイラン人もですね、その西田のですね、アプローチにですね、やられてですね、そのイランに一緒についていくと。で、そのイランの、まあ、結婚式の時に、その当時奥さんがですね、東芝に入ってたので、東芝のお偉いさんと会うと。ここが、西田のですね、東芝とのつながりの始まりになります。ただこの西田の悪かったところは、西室以上に名誉欲に取り憑かれた人物だったんですね。この方は努力家であって非常に功績も残されています。アメリカ北米のですね、ダイナブックのナンバーワンシェアにも貢献する、その努力も認められてですね、次の社長は西室に、西田がいいと言わせるんですね。ただその社長にほぼ当確してたその年に運が悪く、そのパソコン事業は赤字に陥っ
ってしまいますと。はい。まあ、これも悪い運命かなと思うんですけど、なので、東芝のね、社長を決めるような会議で、いやー、その赤字部門からやっぱり社長を出すっていうのは良くないんではないかみたいなね、議論が起こるんですね。いや、いいじゃないの、今までの功績があるからって僕は思うんですけど、まあそういうメンツにこだわるんですね、東芝というのは。はい。で、その赤字のですね、パソコン事業を立て直すと。ただ、このパソコン事業というのは、当時もコモディティ化してたんですね。要するに、その付加価値があんまりない事業だったんですね。彼は、なんとですね、その北米に乗り込んでいって、1年で黒字化してしまうと。当時何と呼ばれたかというと、西田マジックと。実は、これは、バイセル方式というパソコンを黒字に見せる、あとで大問題に発展する赤字なので、部品だけを EMS、要するに組み立てを行うところに高く買わせるんですね。そうすると高く買わせるんで、利益として、最終的な決算としては黒字になると。ただそれをパソコンにビルドされた状態で買い直さないといけない。ということで、その第1クォーター、第2クォーターは赤字に陥るという、このバイセル方式で不正に手を染めていくということで、西田は当時ですね、1年でなんと、赤字、数百億円の赤字に陥ってたパソコン事業を立て直したということで、もう西田で間違いないということで、社長に、抜擢されると。はい。さらに、不幸は続きます。当時ですね、原子力ルネサンスというものがありまして、これからはクリーンなエネルギーは原子力だということで、沸き立つということになります。ウェスタンデジタルという後に、これも大問題になる原子力会社が売りに出されると。ただ、加圧水型原子炉ということで、東芝は技術を持ってなかったんですね。なので、買収したとしても、そのシナジーが効かせるかというと、まあ、冷静に判断すると、難しいと言わざるを得ないと。当時、その三菱重工の幹部も語ってると。なので、まあ、彼はパソコンばっかり売ってきた営業の人間ですので、理解がないんですね。原子力に ここに入れ込んでしまうと。GE だったり日立もですね、何を上げるみたいなことをですね、聞くと、当時、原子力事業部でですね、力のあった佐々木が、これも続行になってしまうと、そこにのめり込んでいくということで、佐々木とですね、急速に位置関係が密になっていくんですね。価格をですね、吊り上げられてですね、当時2300億円で買収できると言われたにもかかわらず、なんと6000億円以上で、これを競り落とすと。しかも、よくわかんない。自分の本業じゃないところで力を入れていくということです。さらに、不幸はですね、東日本大震災が起こってですね、この原子力事業が立ち行かなくなると。ただ、この佐々木はですね、ここで親密になってますので、社長に抜擢されるんですけど、もう後に引けないという性格をしてましたので、誰が見てもですね、これは事業として成り立たないだろうという原子力事業にですね、首ったけになると。もう後に引けないような状況になっていくと。はい、もうこれ悲しいかなっていうことなんですけど、まあ彼は名誉欲に取り憑かれた人物ということで、社長を引いた後でも経団連会長になりたいなりたいなりたいというように取り憑かれていくんですね。でこの佐々木が、まあ東日本大震災でですね、佐々木が専門家として口を出してですね、まあ政府に買われると。で、甘利大臣とですね、親密になっていくことが背景になって、経済諮問会議に参集されてしまうんですね。で、本来であれば、この経済諮問会議に参集されるのは、当時、小倉というですね、経団連会長が参集されるだろうと、この西田は悔し紛れに言うんですけど、ただ、この経済諮問会議に招集されたという事実がですね、西田からは、喉から手が出るほど欲しかったそのポストにですね、佐々木がついてしまうということで、大嫉妬をすると。この西田は、佐々木さんをですね、公然の場で罵るようになっていくと。東芝の悲劇がここで再現されるようになっていくんですね。悲しいと思います。東日本大震災後も原発にこだわり続け、後の巨額損失につながっていくと。東芝社員がもしこの話を聞いているということであれば、もう知ってると思いますし、あえて僕に言われるのは非常にね、耳が痛いことになるかと思うんですけど、なんと西田はですね、この佐々木排除に擁立された社長をですね、擁立するんですけど、この当時バイセル方式を編み出した田中をなんと社長に据えると、もう腐ってるんですね。ここまでいくと本当に腐ってると言ってもいいと思いますと。
その名誉欲だったりも朽ちること知らない、この東芝の会長社長とこの佐々木 vs 西田西室になっていくんですけど、まあ、西室もくす自分がですね身を引くということで、ね、東芝の社長会長は知らないんですね、うん、でそのあろうことか田中を社長に据えるということです。そして内部告発からこの不正が爆発していきますと、で東芝が崩壊していくと。このバイセル方式とこの原子力でですね巨額損失を計上していくんですけど、その巨額をですね、消すには身を切り売りしていくしか、その当時の東芝には解決方法がありませんでした。東芝の切り売りをされた会社を箇条書きにしていきたいと思います。2015年07月、フィンランドのコネ社、これは東芝エレベーターの子会社でございます。これが1180億円で売却されます。2015年09月ですね、トプコンですね、測量機大手、これが491億円で売却されます。15年10月、ウェハ製造ラインをなんとソニーに190億円で売却すると。当時ライバルであったソニーで売却すると。15年12月、インドネシアの家電事業ですね、ここを491億円でなんと中国企業に売却すると。驚愕の事実 でございますが、2016年03月、東芝ライフスタイルですよ。白物家電であれだけ日本でナンバーワン、日本で初めて白物を排出してきたライフスタイル事業を、なんと、美的集団ですよ。美的と調べれば皆さんすぐ出てくると思います。この美的の技術者とも僕は話したことがあります。なんとその美的のですね、当時話した課長はですね、パナソニックを辞めて、美的のその技術責任者になってましたけど、中国で屈指の家電メーカー美的集団に510億円で売却します。で、この美的集団はなんとドイツのですね、ロボットメーカー四角の一つ、なんと空華も買収すると。16年10月、青梅事業所ですね、これは当時ですね東芝ダイナブックを作った本当に元気のある工場だったんですけど、ここも100億円で、売却していくことになります。そして16年11月にはですね、アメリカのにあるですね国際情報システムという、まあ、会社のですね土地建物を70億円で売却していくということです。東芝の悲劇は続きます。将来有望な東芝メディカルを売却します。高齢化社会になっていくので、メディカル部門っていうのは、まあ、誰が想像しても儲かるであろうと。しかも、まあ、国民皆保険かつ、まあ、世界最高の医療を受けられるのに、それをみんなが享受できるという制度を引いている国はなかなかおらず、まあ、そういった国になるという土台もあり儲かるであろうと。しかも、まあ、GE だったり世界と肩を並べるようなシェアを持っていたにもかかわらず、東芝メディカルをキヤノンに売却すると。でこれでことが終わればよかったんですが、なんとですね佐々木が無理やりに、推し進めた、西田が無理やりに推し進めたウェスティングハウスがですね、まあ、建設のためというか、まあ、内容は細かくはお話しないんですけど、まあ、子会社をですね買収しますが、まあ、東日本大震災から安全の要求が非常に高まっており、経営のやり直しだったり追加の工事が必要になり、巨額損失につながっていくことが判明します。そしてこちらも、虎の子をですね、もちろん東芝メディカルも東芝がですね大切に育ててきた虎の子であったんですが、こちら半導体ですね、当時の東芝の大部分の収益を上げていた、要するに営業利益を上げていた半導体部門を売らざるを得なくなると。国は一人を持って起こり、一国は一人をもって滅びるをまさに体現、したと。本当に浮かばれないのは東芝社員であると今まで頑張ってきたわけですけど、まあ、それが裏切られる形というか、一人の経営者の判断によってこのような東芝が分解されるような状況になってしまったということでございます。技術や現場がわからない経営トップによって東芝伝統の中立性は失われてしまい、この中立性というのは人事だったり会計ですね、それを西室がですねカンパニー制を導入したことによってベールに包まれてしまい、それを担保できなくなってしまったということです。そして西田西室もそうなんですけど、まあ、私的な人事をしていくと。で、まあ、あれは自分の、まあ、側近で固めるということになります。西田なんかですね、営業畑、海外営業畑なんですけども、西室だったかもしれないですね。その海外営業畑の部署をですね、
何人もその役員に据えるというような、まあ、私的人事を乱発していくということで中立性は失われ、どんどんですね投資はおかしくなってしまいました。そのような経営パワーと言っていいと思います。経営パワーが落ちた投資を救った半導体ですね、なんだフラッシュメモリーとは一体何なのかということです。ここの半導体がどうなのかっていう記事は、まあ、あんまり出てきてないんですね。はい、これは NHK のジャーナリストも言ってますと。まあ、僕はその半導体に関してですね、動画を上げてるので注目せざるを得ないんですけど、じゃあその NAND フラッシュメモリーっていうのはどんなパワーを持った半導体なのか、それをまあ後半ですね、やっと前半が終わったという感じなんですけども、後半お話をさせていただきたいと思います。まあ、冒頭にもお伝えしたように、なんだフラッシュメモリーとはこのようなものですね。資産価値はですね、当時2兆円と言われています。本杯精密工業もですね、買収に名乗りを上げてまして、本杯が提示してきたのは約3兆円と言われています。破格です。ただまあ、本杯にですねシャープを買収されて、まあ、当時約束したこと、まあ、約束したこともいろいろ議論はあるんですけども、それが守られなかったことを判子にして、まあ、経済産業省が非常に反発した、非常にね、魅力があるということの裏付けだと思いますが、そんな NAND フラッシュメモリーを作った増岡富士夫さん、この方はどんな方なのか、後半はこの増岡さんにフォーカスをして、それを紐解いていきたいと思います。増岡さんの来歴ですが、1966年に東北大学の西澤淳一教授と出会います。まあ、この西澤淳一教授はですね、新しい発想が非常に研究開発では必要であるということを説いておりまして、まあ、ここに増岡さんも触発されております。1971年に東芝を入社します。ちょっとごめんなさい、ここ間違ってるんですけども、入社早々ですね、ドラムの特許を得ると、まさに天才でありました。ドラムとはですね、一時的記憶媒体ということで、パソコンにもメモリーとしてですね、まあ、処理をするような、まあ、まな板みたいなもので、それがでかくなれば、処理のテーブルが広がるというような半導体でございます。まあ、一時記憶媒体ということで、ここのドラムの特許を得るんですね。で、当時は、まあ、簡単に家に例えると2つあった家を2階建てにするみたいな感じですね。要するに面積をギュッと小さくできるので、要するにウェハーから取れる半導体が2倍になったんですね、この特許によって。で、この特許をですね、当時インテルとフリークロスライセンスを締結しておりましたので、これで非常に儲かるという、投資は儲けたということになります。1980年では、まあ、一度ですね、営業だったり工場を経て事業部へ移動しております。まあ、この経験が増岡さんの、まあ、開発思想にスパイスを加えていくことになります。1984年はノア型フラッシュメモリーの特許を得、これはですね、なんと学会で発表するんですけど、メタクソにケチョンケチョンにされるんですね。僕がですね、前半東芝をケチョンケチョン、いや東芝をケチョンケチョンじゃねえな、東芝の経営者層をケチョンケチョンにしてきたんですけど、このノア型のフラッシュメモリーを学会で発表したところをケチョンケチョンにされると。ちょうど詳しくお話しするんですけど、インテルはここに目をつけるですね、おやおや、これはお金になるんじゃないかな、これを継続開発して大成功を収めるんですね。はい、で、1987年難度型フラッシュメモリーの特許を得ます。1990年難度型の試作機が完成し、当時は1局分の4メガバイトの容量でございました。1994年になんと東芝を去ってですね、2004年にはなんと東芝と裁判を起こすんですね。500件の特許と引き換えに8700万円で和解をしているんですが、この技術的な裁判というのは勝ち取った金額よりも裁判費用というのはかかると言われております。要するに増岡さんにとって何にもメリットがないように思われる裁判でございましたと。続いて NAND フラッシュメモリーに焦点を当てていきたいと思います。このNAND フラッシュメモリーっていうのは何がすごいのかということなんですね。まあ、冒頭世界の断りを変えたと言いましたが、その凄さは何でしょうかと。最大の特徴は電源を落としても記憶が維持されるんですね。今では当たり前なんですけど、当時は電源を落としてしまうとメモリーっていうのは一からまた構築しないといけないと、そういうものでした。使われているものを挙げていきたいと思います。こういったデジタルカメラですね、USB メモリーだったり SSD ですね、そしてスイカみたいな電子マネーにも実はこの NAND フラッシュメモリーが積まれていると。もちろん
クレジットカードにもそれは搭載されています。その他で言うとですね、こういった私が使っているレッツノートであったり、まあ皆さんがよく使うようなリモコンにも使われていると。まあクーラーのリモコンなんか想像していただくとわかると思うんですけども、電源を落としたとしても記憶が維持されているメモリーが使われているんですね。 iPod シリーズだったり、ほとんど全ての方が持っているであろうこういったスマートフォンですね。そしてスマート家電だったりゲーム機、そして車にももちろん現在では積まれていると。これがなかった場合、この技術というのはほとんど実現していません。何度フラッシュメモリーというものはイノベーションのジレンマを突破できた稀有な事例と言えると思います。通常大企業では何度型の開発は不可能だったと思われるんですね。イノベーションのジレンマとはですね、まあネットで調べればすぐ出てくると思います。まあ本も発刊されてまして、まあ僕は読んだことがあるんですけども、概念としてはこういうものです。 A という技術ですね、持続可能による進歩ということで、技術的にはまあ皆さんが求める領域よりもどん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 高度化していくと。世紀末の家電なんかを思い出していただきたいんですけど、必要な能力はもうある程度あるんだけど、それ以上の能力がついてくるみたいなね。 B という技術もまあ同時並行というか後から入っていき、この市場をですね侵食していくと。まあ A から見ると B は破壊的な技術なんですね。ただこの B にですね移り変わっていくと、それをやっていくというのは非常にまあジレンマがあるという、そういう話です。例えばジレンマだから突破できない事例ということで、まあ皆さんですね、会社を思い浮かべていただきたいんですけども、なんか新規事業をやるぞみたいなことになると思うんですね。そうすると結局売上重視で新規の事業に予算がつかないとかね、よくあると思います。まあ、将来儲かると思うんだけど、そこって不確かだから、やっぱり今の既存で売上が非常に上がってるところでの予算が莫大につくと。市場のシェアを奪われているものの競合の方式に変えられないと。新たな技術投資が必要で、今までそこで飯を食って、安定的にですねご飯をまんまを食べてていたということで、新規事業になかなか乗り移っていけないんですね。例えばこういったものを想像いただければ分かりやすいんじゃないかなと思います。デジタルカメラ、今ほとんど見ませんよね。これはスマホに置き換えられてしまいました。これもジレンマですよね。デジカメでどんどんスマホにシェアを取られてるんだけども、開発し続けるというか次の飯の種を探せないでいると。ショベルカーなんかはですね、昔はワイヤー式だったんですね。ただ今世の中を席巻してるのはこういった小松に代表されるような油圧シャベルなんですね。今ではですね、このワイヤー式のショベルカーを作ったメーカーは全部淘汰されてしまってると。要するにジレンマがあって、新しい技術は開発できないんですね。何度型フラッシュメモリーにはどのような抵抗があったでしょうか。当時ですね、東芝の半導体事業部がありました。まあこういうふうに席があると、なんと何度型がここにありますよね。他はあとドラムみたいなね、はい、いうことなんですよ。というのも何度型フラッシュメモリーですね、当時ハードディスクが1円だったとすると、何度型フラッシュメモリーどのくらいの価格だった、1万円から10万円すると。そして1万倍から10万倍の価格差があったんですね。すごいですよね。ドラム科の社員にこんなこと言われます。そんな無駄なことをしていないで一緒にドラムをやればいいんじゃないのとかですね、会議ではいつも何度の、まあ、部署ですね、要するに増岡さんの部署課がですねやり玉に上がると。当時増岡さんはこんなことを言ってます。はい、こんな時代ですよ。こんな時代、未来は音が飛ばない音楽プレイヤーが出てくるんだ。新卒だったり会社見学した方にこのように言いました。そしていつかはハードディスクに置き換わる時代が来ると。まだ1万倍10万倍する時ですよ、はい、何言ってんだこのおっさんとね。皆さんもそう思うかもしれませんが、この増岡さんも将来を見渡していたんですね。そして伝説の技術者松岡さんの逆転劇が始まっていきます。営業と現場経験から増岡はとにかく安く作ることを軸に考えたんですね。いい半導体でも実際に使われなければ意味がないと。要するにコストと必要性を折り合わせる必要性に注目しました。従来のメモリーとはどういったものだったんでしょうか。まあ、このように半導体チップをですね、電子顕微鏡で見ると簡単に言うとこんな感じになっていると想像していただければ分かりやすいと思います。まあそこの記憶媒体の箇所をですね、見つけるにはこのようにその場所を示すように名札があったんですね。
そしてここの赤いところのメモリー記憶を書き換えると、そういうような方式でした。要するにこのようにバンチバンチバンチということで、本来であればまあなければですねその容量使えるんですけども、バンチを立てないとそこを書き換えることができないということで、バンチがですねメモリーの、まあ、土地というか面積を奪っていたんですね。ただフラッシュメモリーとはこういうような構造でございました。まあ、同じようにここを書き換えたいということであれば、これを一旦別のところにコピーするんですね。それを一瞬にして書き換えると、要するに記録がですねふわって切れるような、まあ、消えるような発想だったのでフラッシュメモリーと言われると。じゃあこれって何がいいかっていうと、まあ、従来のメモリーだとバンチが邪魔をしてますっていうか、そこの面積を取ってるので、ウェハーから取れる面積としては一つのチップがこのくらいだったんですね。ただ NAND フラッシュメモリーとしてはバンチがないので、非常に面積としてはギュッと小さくされますので、多くの半導体を一つのウェハーから取ることができると、要するに価格がかなり下がるということだったんですね。バンチをなくすことによって、ウェハー上で作られる量を増加することによって製造コストを下げる、それを狙ったものがフラッシュメモリーでした。そしてノア型でインテルは大成功を収めるんですね。まあ、ここにインテルもですね、なるほど、バンチをなくすことによって価格低減ができるのか、じゃあ俺たちもやってみようと、そうなったわけということで、増岡さんが発想した技術というのは株を最初は奪われてしまうと、そういうような展開になります。ただ増岡は非常識な発想を続けていくんですね。増岡のチームは今までの常識を立て続けにぶち壊していくと、難度型への転換ということで、実はノア型というのはこのような並列だったんですね。それを難度型というのは直列にしました。直列にすると何がいいかっていうと、まあ、部屋を一つにしてしまうので面積がギュッと縮まるんですね。まあ、並列だと一個一個部屋がある、ようなイメージなんですけど、その部屋を一つに縮めると。ただこれには問題がありました。面積としては小さくなる、要するにウェハーからたくさん取れるんですが、なんと速度がノア型の1000分の1になると。まあ桐生なんかを想像していただきたいんですけど、彼は 100m を9秒98で走るのかな、で走ると思います。1000分の1ということであれば 100m を1万秒かかるわけですよね。要するに3時間かかると、そのくらいの遅さであったと。ただ速度の改善に成功します。狭い出入り口ということで、従来の難度フラッシュメモリーはですね、このような入り口が非常に狭かったんですね。まあ、簡単に言うとこれを広くすることにより、業界ではですねユニフォームプログラムイレイズというんですが、電子の速度が非常に速くなります。速度は改善できるんですけど、電子量が多すぎるんですね。要するに今ここはあいつもこいつも入ってくるみたいな感じなんですよ。まあ、図にするとこんな感じで、まあ、非常に電子量が増えてしまうということなんですが、なんと設計者回路制御に回路でですね、この電子量を制限することに成功してしまうんですね。ビットバイビットベリファイという技術です。結果安さと高速化がなんと難度型で実現してしまうと。で他にもですね、革新を続けまして、例えばここのパーテーションなんですけど、まあこれは壁で強いられてるんですけど、そのパーテーションを改善したりですとか、どん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 改善を進めていくと。それによって他社は2年ぐらい東芝の技術に追従することができなかったと言われています。増岡のマネージメントと東芝の土壌について触れておきたいと思います。イノベーションのジレンマとお伝えしましたが、この難度型フラッシュメモリーは東芝だから開発できたと、増岡はそのように解雇してるんですね。東芝には開発の素養があったと。例えばアンダーザテーブルということで、1割を自分の好きな課題に費やすことができる制度が東芝にはあるんですね。素晴らしいと思います。開発リーダーに大らかな人を増岡は抜擢をするんですね。それによって活発な開発ディスカッションを促したと。当時はですね、その収集がつかないようなイメージがあったみたいなんですけど、今思えば増岡さんの狙いっていうのはそういったことだったんだっていうことに、皆さん解雇しております。そしてこれ偉いんですけど、部下の方針に対して絶対に言わなかったと。増岡さんこれでいけると思うよって言うんですけど、まあ部下は違うアイディアを持ってきたりするんですね。じゃあそれでやってみればということで、徹底的に黒子を演じると。
人材を育てるということで、マスオカヨットスクールというものを立ち上げます。まあこれ陰で言われてたみたいなんですけど、まあこれはですね、トツカヨットスクールみたいなものがあってですね、当時。まあ大問題になっつけを、まあ暴力の延長線上に捉えるみたいな、そこで構成させると、ヨットのスクールがあったんですけど、まあそれに、なぞらえてですね、マスオカヨットスクールと。ここで何をしたかというと、当時の部下をですね、先生にして、さらにその新入社員を育てたりすると。指導してですね、その当時の部下がですね、あれがあったから今の自分があると、そのように回顧録していると。増岡さんの本質的な狙いがここに隠されていたということです。このマネージメントを見るとですね、一人思い当たる人物がいるんですけど、まあ、この GTR R35 というですね、あの日産の代名詞とも言われるような車があるんですけど、まあその水野さんという開発責任者がいます。まあ、この人に近いものがあるなと思います。まあ彼も逆転の発想でですね、開発には別に何百人もいらないんだと、4分の1の人数で開発をしていくと。そうするとみんないろんなことに手を出さないといけないから、開発力が上がるというふうな発想をしています。水野さんに関しても動画を上げているので、よろしかったら見ていただければ嬉しいです。はい、じゃあその難度フラッシュメモリーですね、現在の立ち位置はどうなったかということですね。はい、増岡さんの先見の目がですね、証明されると。2000年頃からデジタルカメラが普及しだし、需要が爆発します。なんと2002年には東芝はドラムから撤退するんですね。はい、そんな意味のないことをやっててどうするの、はい、全リソースをなんだ型に、集約すると。で、今後の難度型の半導体のですね、成長性を表したグラフなんですけど、非常に右肩上がりであることが、まあ、誰が見てもですね、一目瞭然であろうと。そしてあれで思い出してください、ハードディスクドライブですね。ハードディスクドライブに、置き換わるんだということで、まあハードディスクドライブのですね、モーターを作ってるニデックですね、ここの技術トレンドがどうなってるかっていうことなんですけど、右肩下がりなんですね、見事に。はい、要するにハードディスクドライブっていうのは皆さんが思う以上に非常に消費電力を食うような構造になっています。でそれがフラッシュメモリーだと、まあ、低電力でいけるということで、どんどんサーバーの需要が増えているということですね。はい、そんな無駄なことしてないでドラムをやればと。いつかハードディスクに置き換わる時代が来ると。はい、あとの裁判では増岡さんこのように語っています。まあ、その8700万というのはですね、まあ、500件という膨大な、まあ、特許見返りということなんですが、あまりにも安すぎると思いますし、それによって儲かったことはさらさらないと思われますと。そんな増岡さんの中ですね、こういうふうに言ってますと。僕は技術者を勇気づけたかったと。東芝にはただありがとう、そう言ってほしいと。ただそれだけだと。この半導体が債務超過に窮する東芝を救うことになると。日本の技術者に報いる体制がやっぱり必要であると、そのように、まあ、証明される一つの事例ではないかと思いますと。最後に、難度フラッシュメモリーの動向についてお話をさせていただきたいと思います。争っている企業は絞られる実はビジネスなんですね。今作っているのはですね、まあほぼこの6社と言っていいと思います。そしてその東芝キオクシアという会社になって再出発をしてますが、実はこの持ち株の状況を一つ話として挟んでおきたいと思います。まあ、このようになっておりまして、東芝と法屋で過半数を得るような状況になっていると。ただこの 49.9% の内訳ですね、 BCPE パンギアケイマンというところで株になってまして、中身を見るとこうなってます。ベインキャピタル、実は SK ハイソニックが入ってるんですね。そしてアップル、シーゲートテクノロジー、キングストンテクノロジーと。要するに東芝はですね、 SK ハイソニックとほぼ運命共同体であると。そしてサンディスクとも、まあ、技術提携をしているということで6社あるんですが、さらに、まあ、インテルはですね、ほぼ自分の作ってるデバイスにそのフラッシュメモリーを活用するということで外販をしてないんですね。だから外販してるところを見ると、争いとしてはサムスン VS マイクロン VS キオクシア、ウェスタンデジタル、 SK ハイソニックという構図が見て取れると思いますと。はい、世界の断りを変えた半導体と天才技術者の話ですね。以上で、ございますと。はい、難度のですね、市場性や
技術等はですね、サムスンの回で実施したいと思います。まあ皆さんもうお腹いっぱいだと思いますので、まあその時にお話をさせていただきたいと思います。まあ東芝のですね、経営層には非常に残念なところはあるんですけど、この難度フラッシュメモリーはですね、非常に増岡さんというですね、一人の天才技術者が考え出した。そして、未来を見据えてですね、一人熱くそれを推し進めていったと。そしてマネージメントにも秀でてたと。まあ今の東芝の経営者層がですね、そこを見習うべきものを彼は持っていたと思いますという話で締めくくりたいと思います。はい、ありがとうございました。お疲れ様でございました。次回はですね、LSI のパッケージについて非常に要望が多かったのでお話しさせていただきたいと思います。ここも疲れました。東芝ですね、まあ、皆さん詳しいんで、それ以上に、まあ、物語としてですね、どういう話をまあ、しっかり考えるにはですね、僕自身非常に勉強をさせていただきましたということでございます。まあ、このようにですね、半導体、自動車変わらずですね、ものづくりに関わらず、ものづくりに関連するトピックをいつも発信しております。ものづくりに関連がある人、そして、製造業が好きな人ですね。そして、まあ、ものづくり太郎に興味を持った人は、ぜひチャンネル登録をしていただきたいと思いますし、まあ、いいねをいただければ非常に励みになります。はい。いいねを押してやっていただきね、嬉しいと思います。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。じゃあね。